霧島酒造プレゼンツ。今回は有明海の荒波に揉まれて育つ真鯛、この食材をおつまみに。そこにはさまざまな驚きが。乾杯、つまみっけ。熊本県天草市でフレンチレストランシャルキュティエピカソを営むのがオーナーシェフの松田雄介。こちらが当店で一番人気のオードブルの盛り合わせになります。うわー、かわいい。料理をする上で松田が心がけているのが愛の投影。好きな彼女だったりとか恋人とかですね、まあ、家族だったり食べてもらう方のことをイメージして、でこう作っていくと自然と、まあ、お皿の盛り付けだったりとか味の付け方っていうのはすごく良くなってくると思うんで。大切な人を思い、天草の食材に愛を吹き込みながら調理する。美しさにもこだわる松田が作る真鯛のおつまみが、真鯛を使ったスプリングロールっていうのをちょっと作りたいんですけども。調理の工程はご覧の通り。大きめに切った真鯛を丸めるために使うのがラップフィルム。サランラップをどうするんですか？巻きやすいようにするためにですね、サランラップをこう使って。オリーブオイルを垂らしたラップの上に生ハム、真鯛、マスタード、スイートスプリングの順に重ねていき、くるくるっと巻くだけ。簡単ですね。あとはもう切って、はい、盛り付けるだけになるんですけど。フレンチのおつまみ、真鯛のスプリングロール。いただきます。うん、食感がいいですね。そうですね、うん、意外とこのスイートスプリング、この柑橘と合うんですね。柑橘とはやっぱりこうお魚であったり生ハムも、はい、非常にフレッシュな感じで、なんかこうずっと食べながら飲みながらずっと飽きずにですね、召し上がっていただけるかなと思います。はあ、幸せ。料理人の愛が詰まった真鯛のスプリングロールはこの焼酎で乾杯。